FKA ツイックスはイギリス南西部グロスタシャー出身のシンガーソングライター。ロンドンを拠点に活動。父親がジャマイカ人で母親がスペインにルーツを持つイングランド人。2013年、ザ・ XX や SBTRKT、サンファといったアーティストが属するレーベルヤングタークスと契約。9月に EP のリリース。同作は ピッチフォークメディアにおいて10点満点中8.0点という高評価を受けたほか、収録楽曲、ウォーター目、パッピパスァイがそれぞれベストニュートラックに認定された。同年12月、ビルボードから2014年注目新人に選出されたほか、イギリスのラジオ局 BBC による毎年恒例の有望新人紹介レースである BBC サウンドオブ2014に ノミネートされた。2014年8月、デビューアルバム、LP1 をリリース。批評家筋からは相次いで、高い評価を得、ピッチフォークメディアは本作に10点満点中8.8点、スピンは同9点、NME は同8点をそれぞれ与えた。またピッチフォークメディアは、2010年から2014年までのベストアルバムリストにおいて、本作を87位に、 同ベストトラックリストでは、本作収録の楽曲、ツー w e e k s を64位に、また、同ベストミュージックビデオリストに、ツー w e e k s を選んだ。ライブでの FKA ツイクス2015年1月、エビスリキッドルームにて初来日公演を開催。本公演は、ソールドアウトとなった。同年7月、フジロックフェスティバル2015にホワイトステージのヘッドライナーとして出演。 8月には EP M3LL155X をリリース。ピッチフォークメディアが本作20点満点中8.6点を与えるなど、前年の LP1 同様に高い評価を得ることとなった。2019年2作目のアルバムとなるマグダレーをリリースし、前作を上回る極めて高い評価を受ける。収録曲セロファンは、 ピッチフォークの年間ベストソングに選ばれたほか、第62回グラミー賞の最優秀ミュージックビデオ部門にノミネートされた。ありがとうございます。